さ、夜のお散歩や、ここちゃん。やったね。うん、下。外行こう。で、うん、こんな暗いところで出ました。出ましたね。今パパが手で受け止めております。手でってビニールでね。手で素手ではない。冬着てたら絶対温泉入れてた、うん。温泉入れたかったね。おちゃんはパパについていきますね。すごいな、この夜のモードやとえらい赤く映るね。おちゃん、ママ来たらほら。ほら、ママ一緒やといいね。布団の上に慣れてないから布団の上で印刷始めた。ここは安全か、どうや。安全でしゅ。大丈夫か、あんた寝れるか。こんなに広いスペースがあるのに3人でこんな狭いとこ固まってもうちょっと広いとこで寝たいよ、ここちゃん。あ、ここちゃん、向こう行った。あ、ここママの足元で寝た。いや、かいてます。顎をかいてますわ。顎かきながらかいかいして、その足が私にめっちゃ当たってますわ。あ、寝たわ。一瞬寝たね、今。一瞬寝た。ママの足元で寝たかったよ。チンスリを始めた。夜も吹けましたから。ちょっと、どういう意味よ。ぽちゃん、ママの足元やったら寝れるの。ママの足元で寝れるの。ママの腕枕で寝や。お、あ、でも寝ポジ探してるわ。ママの横がいいということですね。合ってますね。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーですか。指なめなめしなよ。ほんまや。ここちゃんもねねできましたね。あ、もうパワーがもう限界ですね。もう笑ってるね、ここちゃん。いや、思いっきり人の横でチンスリ攻めてくる。こんなムーディーな部屋で。ここちゃん、ここに危険はないから寝ていいから。ここちゃん、少しずつ慣れてきて、慣れてきてるね。ママの近くで安心する。あ、ついてた。あ、これここで寝るパターンや。あ、よかったよかった。よかった、ママの横やったら寝れるね。頑張ったな、一日な。こんな触っても起きへんもん。いや、もうだって尋常じゃないぐらい起きてた今日。うん、ママが来たら寝たな。なんでそういう、なんなんだろうな。ちょっと、パパ寂しそうやな。俺が来た時怒ってたもん。怒ってたよな。お風呂ぐらい怒ってた。ワンワンって言ってたな。なんか疲れたぞ、ママを出せ、あいつどこ行ったって怒ってたんちゃう。で、ママ帰ってきたら、ママ俺とったら遊ばない。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ベッドを縦じゃなくて横に使う形で、あの横幅を横切るような感じでですね、ココさん一人で気持ちよくベッドをお使いだったので、私はなぜか狭い思いをしながら寝ることになりました。でも初めての家族旅行ではココがね、なかなか寝つけなくて大変だったんですけど、今回は家族3人しっかり寝られて本当に良かったです。じゃあまた。